私の名前は桜木のぞみ、大学1年生。猫が大好き、あと美味しいもの大好き。4月から新しく始まるキャンパスライフが楽しみです。いろんな出会い、新しい夢、勉強も遊びもいっぱいしたいな。ところが、瞬く間に世界中に広がった新型コロナウイルス。学校は休校となり、楽しみだった新しい日々は先が見えない自粛生活になった。自由に外出していた頃の当たり前だった日常から何もかもが変わってしまい、世界中が混乱していた。そんな中、とあるニュースが目に留まった。猫が大好きで大切な家族である私は、捨て猫の保護活動が大変な状況になっているということを知った。保護猫の譲渡会が開催できず、保健所や保護施設のキャパシティが限界、寄付も減っている。日本ではまだまだ犬猫の殺処分が行われている。雑種だってなんだってみんな可愛いんだ。この子も保護猫出身だけど、たくさんの愛と癒しをくれている。生まれてきた命が一匹でも多く幸せになってほしい。保護猫のウェブ譲渡会が開かれていることを知った。こんな時でもたくさんの命が出会いを待っている。何か少しでも自分が力になれることはないかと、保護施設に少しの寄付とキャットフード支援をしてみた。また保護猫以外にもニュースに触れていくと、飲食店がお店を閉めたり、学校が休校になったり、困っている人がたくさんいることを知った。でも同時に、様々な形で誰かが誰かの笑顔のために行動する新しい試みが日々動き出していることが分かった。例えば、悪疫退散を願って全国で一斉に花火が打ち上げられた。若手職人の皆さんが企画し、賛同した全国の163業者が無償で参加。5月に行われたブルーインパルスの感謝飛行は大きな話題になった。命を懸けてコロナウイルスと戦っている医療従事者の方々の束の間の笑顔に胸が熱くなった。中学1年生の女の子が手作りマスク600枚を県に寄付したニュースも大きく取り上げられた。心を込めて手紙を添えた手作りマスク、約8万円の材料費はお年玉を使ったそうだ。4月末、コロナウイルスによる自粛で全国の飲食店が大変なピンチを迎えていた。ニュースで、助けてください、テイクアウト始めましたの文字が貼られたお店が特集されていた。地元のお店だったので、私もテイクアウトしてみた。微力かもしれないけれど、 SNS に投稿して応援。観光も完全にストップした。各地で作られている牛乳や果物、野菜、魚やお肉、卵などもたくさん余ってしまっているという記事を見つけた。家にいながらでも少しでも応援ができたらいいなと思い、ネット通販で東北産のさくらんぼを注文してみた。薬もワクチンもまだできていないから、コロナウイルスとの戦いはまだまだ先が見えないけれど、そんな困難な時だからこそ、一人一人の小さな行動の積み重ねが大きな光になるかもしれない。誰かが誰かのために何かしたい、応援したい、自然にそんな思いが生まれる空気になってきた感じがする。ささやかだけど、もしも誰かが笑顔になってくれるとしたら、嬉しい気持ちになる。これなら私にもできる。あ、ちょっとやってみようかな。心にそんな風が吹いた時、どこでも共助が広がったらいいな。少しずつ優しい未来につながってるよ。